GX 生が思う一番ファッションセンスがある人とない人は誰ですかという質問が来てます。個人的にはなんか林龍太くんが一番ダサいなと思ったんですけど どうですか龍太くんはおしゃれの方なんですか。なんかユナクさんにも言われてましたけど、ちょっと服装とピアス合ってねっていう。あの時はちょっと別のイメージしたものがあって、はいはいはい、あの服装にしたんですけど、はい、まあダサかったんですけど正直。まあ、でも練習着とかを僕がユナクさんに言われたのは、うん、練習着をもうちょっとおしゃれにしようみたいな話になって、はいはいはい、僕からしたら練習着っておしゃれにするものなのって思ったんですよね。確かになんかインしてましたよね、一人だけズボンに練習着。違うんですよ、これユナクの練習着、はいはい、いつも極端なんです。一人だけなんですよ。ストイックに。それはふみやくんから見てもダサいっていう発言で大丈夫ですか。いや、ダサいですよね。うん、あのヒートテックでずっとリハーサルする人を見たのは初めてだったんで。え、これ今待って、林くん今もこれヒートテックですか。これさすがに違いますよね。違いますよ。あ、今は違うよね。今は違うよね。いつもあんな感じの服を着てます。じゃあ龍太くんから見ておしゃれなメンバーは誰ですか。ファッションセンスがあるメンバー。そもそも私服をそんなに見る機会がないので、はいはいはい、確かに。なんかおしゃれどうこうっていう話にまずならないですね。そのみんなと例えば、その普通にこうプライベートで外に遊びに行ったとかっていうのが何回かあればわかるんですけど、うん、そういう機会もあまりないので、うん、本当に練習のでずっと合ってるっていう感じなので。練習着のファッションセンス、練習着のファッションセンスは俺はちょっとダセえ。なんか練習着がお揃いのメンバーいましてね、パカハさんとウォンシクさん、なんか同じじゃなかったですか、服装が。はい、そうですね。これはなんか理由があるんですか。なんか最初お互いの貸してんのかなと思ったんですけど、2人とも着てましたよね、同じやつ。あの、なんかやっぱり一緒のチームなんで、うん、もっとスモークを見せようとして買ったんです、うん、それでもともとテオンと僕と、うん、バカと一緒に買ってたんですけど、さすがに一緒のチームもともと5人じゃないですか、はい、実は5人驚いたかったんですけど、やっぱり、はい、これはちょっとお金の問題もありまして、はい、あのなんか3人だけとりあえず買って、リュッターにはヘアバンドをプレゼントしたんですけど、はい、2回ぐらい使ってない悲しかったり。あ、そしてなんか、うん、チームが変わったんじゃないですか。はいはいはい、そうですね、うん、でもっと面白いのがありまして、はい、なんかそのジャージあるんじゃないですか、うん、それを後からちょっとツイッターで見たんです、うん、見たんですよ、うん、そしたら、うん、ユナクさんも一緒のジャージを着てます。じゃあ結構もうみんなあのジャージなんだ、何人かは。そうです、そうです。あ、そうなんですね。なんかすごい仲いいなと思って見てました。以上になります。皆さんね、まだこれからファッションセンス頑張って磨いてください。林龍太くんもレッスン着気をつけてください。はい、ありがとうございます。ということで以上、アクニャンの質問コーナーでした。はい。